はい、こんにちは。事業専門税理士川南です。本日は前回仮想通貨の税金の基礎について学んだと思うんですけど、今回後半戦ということで仮想通貨の実際の確定申告用紙の書き方について一緒に勉強していきましょう。私はオンラインサロンの運営といろいろと各 SNS をやっております。まだビジネス書を2冊出版しております。どれも全て概要欄から飛べるようにしてありますので、ぜひ一度概要欄の方チェックの方お願いします。それでは皆さんがバレないかもしれないと思っている仮想通貨の確定申告、無申告が一番怖いですので、しっかりと仮想通貨の確定申告の書き方一緒に学んでいきましょう。はい、それでは本日は後半戦ということで仮想通貨の確定申告の書き方を実際の用紙を使って解説していきます。本日の内容です。仮想通貨の確定申告一緒に勉強しましょう。その前に前回のおさらいを簡単にさらっと一緒にしたいと思います。それから評価方法、前回の動画で仮想通貨の計算方法は2種類あるんですよって言ったんですけど、その計算方法を選択する届出書について今回の動画で解説をします。そして実際の確定申告用紙の書き方を一緒に学んでいきましょう。で、最後大事な注意点として、どういったものが仮想通貨の必要経費になるのか、またもう1点重要な注意点説明しますので、しっかりと動画最後の方までご覧ください。それでは早速前回のおさらいを簡単にさらっとします。詳しくは前半戦前の動画にありますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。はい、では復習していきたいと思います。まず収入には種類があるということを押さえましょう。こちら給与所得、雑所得、事業所得というように所得、収入には種類があります。これ以外にもですね、全部で所得は10種類あるんですけど、暗号資産、仮想通貨のやり取りはどこの所得に該当するかというと、雑所得に該当する。ここをしっかり押さえておきましょう。これ以外に一時所得、不動産所得、山林所得っていうものがあります。さあ次行きましょう。じゃあ仮想通貨の所得が発生するタイミング、このタイミング3つありますので、しっかりここを押さえましょう。はい、仮想通貨の所得が発生するタイミングは3つのタイミングしっかり押さえてください。保有しているだけでは所得は発生しませんので、セーフとなりますので、こちらもね一応事前に紹介しておきます。では1つ目の発生するタイミング、仮想通貨の売却時。2つ目、仮想通貨の決済時。こちらは例えば商品やサービスを仮想通貨で購入した場合がなります。そして3つ目のタイミング、ここ意外と見落としがちですので、しっかり押さえておきましょう。他の仮想通貨へ交換した場合、こちら一旦日本円に換算して他の仮想通貨を購入したとみなされるため、発生するタイミングとカウントされます。この3つが基本のタイミングになりますので、しっかりとまず押さえておきましょう。はい、そして仮想通貨の計算方法は実は2種類あります。1つ目の方法が移動平均法というものです。これは公認の都度取得価格を計算する方法です。2つ目が総平均法と呼ばれるものです。1年間の終わりにまとめて計算をするという方法になります。こちら2つの計算方法、前の動画で詳しく解説してますので、もう少し詳しく知りたいという方はですね、それぞれの計算方法のメリットデメリットも前回紹介してますので、チェックの方お願いします。ではこちらの計算方法は税務署に届け出が必要になってくるんです。どっちの計算方法をあなたは選ぶのか教えてくださいねという届け出が必要になりますので、次のスライドでどういった届け出が必要なのか見ていきましょう。はい、評価方法の届け出についてです。はい、こちら左側にある図が暗号資産の評価方法の届出書の実際の用紙を映し出しています。こちらですね、暗号資産の場合は有価証券が上に書いてあって暗号資産が下にあるので、暗号資産の方に丸を打ってですね、ご自身の住所お名前書いて、どちらの方法で計算をするのかっていうのを税務署に届出をします。こちら区分があります。こちらの区分に種類ごとに評価方法を選ぶ選択することができますので、種類ごとにですね、どの評価方法を行うのか自分が選択することができるということです。もしこの届出書を出すことすら知らなかった、提出しなかった場合はどうなるのっていう質問が聞こえてきそうなんですけど、提出がなかった場合、要はどちらの計算でするのか選択がなかった場合にはですね、自動的に総平均法で計算されることになります。なので届出を出していない、また自分は選択しない方はですね、総平均法で計算をするようにしてください。そして計算方法を選択したい方はしっかりと税務署に届届出を提出することを忘れないようにしてください。はい、それではこちらが国税庁から発表されている暗号資産の計算書となります。こちら今映っているものはですね、総平均法用となっておりますので、こういったものを使ってですね、計算をすると効率的だと思います。この2つの今紹介したものを概要欄にリンク貼っておきますので、そちらからダウンロードできるようにしておきますので、必要な方は概要欄の方を見てください。では次から実際の確定申告要素を見ながら、仮想通貨の確定申告の書き方について解説します。はい、それでは仮想通貨の確定申告ということで、実際の用紙を使って解説していきたいと思います。はい、こちらが実際の申告用紙となります。2表という方から紹介していきます。こちら2表というね、ここに小さく記入があるので、こちらが2表という印になります。皆さん確定申告用紙チェックしてみてください。最近はね、e-tax や電子で出す方多いですので、こちら第2表というところをクリックすると表示出てきますので、第1票、第2票、2つ種類あるので、まず第2票の方から記入を解説していきたいと思います。では一体仮想通貨はどこに何を書くのかと言いますと、こちら赤枠で囲んである所得の内訳について、こちらを記載します。こちらね、ちょっと小さいのかなと思って、こちらにちょっとね、大きくしたつもりなんですが、まだ見にくいかもしれません。こちら側にありますし、こちらね、見ながらでも構いません。まず記入方法なんですけど、最初に所得の種類が何ですかっていうのを聞いてきます。この所得の種類なんですけど、先ほど冒頭で収入に所得には種類がありますよって言って、給与所得、雑所得、事業所得って紹介したと思うんですけど、仮想通貨の前は雑所得になりますよね。なのでここに雑と記入をします。こちらですね、所得の種類のところです。そして種目を次に聞いてきますので、種目に何を書くかというと、暗号資産というふうに記載をします。ここは自分の今回のこの収入が暗号資産ですよということが分かるように記載をします。そして次に給与などの支払い者の名称及び法人番号または所在地等など書く場所を聞いてくる欄があります。こちらはですね、暗号資産の交換所の名称や住所などを記載しておけば問題ないかと思います。そして収入金額がご自分のね、仮想通貨で出たプラス分の収入金額をご記入ください。次聞いてくるのが源泉所得税額という記入欄があるんですけど、仮想通貨の場合は基本的にこちら0円のはずですので、未記入でいいです。または0円というふうに記入しておいても構いません。このようにそんなに難しくないと思います。2票をこのように暗号資産の取引のもので埋めていただいて、1行に入らない方は2行3行暗号資産というのが続いても構いませんし、この欄に書ききれないという方はですね、e-tax 電子の方ですと次のページというものが出てきますので、欄が足らない場合はそのように対応をお願いします。では次に第1票の書き方いきましょう。はい、こちらが確定申告用紙第1票になります。こちらの記入方法なんですけど、まず収入金額、緑の枠の欄から記載をしていきます。こちらが1年分の収入金額になります。仮想通貨の場合は雑所得に該当しますので、雑のところに書きます。その雑所得の中でもですね、いくつか分かれておりまして、上から公的年金、業務、その他というふうにあるんですけど、仮想通貨はですね、その他の欄に書きます。こちら赤枠で囲ってあるので、場所確認ください。丸9のところに記入をします。そしてその他の横に区分っていう小さいマスあるの、皆さん見えますでしょうか。この区分は仮想通貨、暗号通貨の場合は2番となりますので、2と記載をしてください。そして1年間の所得、前は利益が出た金額を記入します。次に2番の数字の書き方です。2番はブルーのところ、所得金額等のところを記入しなければいけませんので、こちら上と同じようにですね、雑所得の公的年金、業務、その他とありますが、その他のところに書きます。その他の欄にじゃあ何の金額を記入するかというと、売上から必要経費、かかった必要経費の金額を差し引いた金額を丸9番に記入するという流れになります。なので例えば1年間の収入が50万円だったと仮定します。そして仮想通貨を取引するためにかかった必要経費が5万円だったとすると、1番のところに50万円と記載して、2番の所得金額、ブルーのところのその他の雑のその他のところはですね、5万円を引いた45万円というふうに記載をします。このように1番のところに50万円、2番のところに45万円というふうに記載すれば、仮想通貨の部分の第1票の確定申告の記載は終了となります。今回は仮想通貨の確定申告の書き方だったんですけど、その他にもですね、年金受給者の方の確定申告の用紙の書き方、また少し前にですね、副業の方の確定申告の書き方動画も出してますので、そちらもぜひね、参考にしていただければ幸いです。それでは次のスライドで冒頭に言っていた重大な注意点を紹介しますので、動画最後までぜひご覧になってください。はい、大事な注意点です。まず1つ目、仮想通貨の必要経費というのがどういったものが含まれるのか、仮想通貨の必要経費ってどういったものが OK なのか、皆さん気になりませんか？ここしっかりと押さえておきましょう。必要経費というのは引ける、要は控除できるというふうには皆さんね、知ってる方多いと思うんですけど、どういった内容が該当するのか、メインのものを挙げていきたいと思います。まず手数料ですね。仮想通貨をやり取りするときにはですね、手数料がかかることがほとんどだと思います。これをガス代って言ったりしますけど、そういった手数料はですね、必要経費として含めることができますので、皆さんお忘れのないように、こちら手数料がいくらかかっているのかというのはですね、各取引所に明細があるかと思いますので、そちらの明細書の方を探していただいてダウンロードしておきましょう。そしてまた仮想通貨をやるにあたってセミナーや勉強会に参加した、その参加費も必要経費として認められることが多いです。あとですね、このセミナーに行く時にかかった交通費も計上が認められることが多いので、しっかりと皆さんここは押さえておきましょう。その他は仮想通貨に関わる書籍を購入した場合ですね、こちら参考資料として本を購入したっていう場合には必要経費となりますので、漏れのないように計上をしましょう。またこちら仮想通貨用の専用のパソコン台を買った場合もですね、必要経費として認められる方が多いですので、仮想通貨の必要経費どういったものが OK なのか、しっかりと押さえておいてください。はい、そして2つ目の重要な注意点、仮想通貨は損益計算ができないということです。これ意外と皆さん見落としがちかもしれません。損失を相殺することが不可となります。これそもそも雑所得に該当するものはですね、他の所得と相殺することができないんです。なので給与もらってる方で、給与をもらいながら仮想通貨もしてるんだけどっていう方いらっしゃると思うんですけど、仮想通貨のマイナス分をですね、給料と相殺するっていうことはできません。雑所得は給与など他の所得と相殺できないという特徴がありますので、仮想通貨は損益通算ができないというふうにしっかりと押さえておきましょう。その代わり勘違いしないでほしいんですけど、雑所得内では相殺が可能ですので、ここね、勘違いのないようにしてください。雑所得は他の所得と相殺ができないということです。雑所得内の相殺は可能ですので、こちら勘違いのないようにしておきましょう。というわけで、重要な注意点として必要経費がどういったものが含まれるのか、また仮想通貨って損益計算ができないんだよというところをしっかりと見落とさないように知識として入れておきましょう。はい、私は税理士川南のオンラインサロンを運営中です。オンライン上で税理士を味方につけるということで、Facebook の非公開グループで運営をしております。メリットが4つあります。まず1つ目、専門家に質問ができるということで、24時間いつでも質問や相談を文書ですることができます。その文書に対して私が直接お答えするので、チャットをするというようなイメージで持っていただけるとイメージしやすいかと思います。2つ目のメリットが、起業家同士の情報交換ができるという点。メンバー全員当たり前なんですけど、これから起業する方、もうすでに起業している方、もう10年以上ね、起業家としてやってるって方多数いますので、そちら起業家同士の情報交換ができるということで非常に好評です。3つ目のメリットは、私が平日毎日書いているビジネスに関する、また SNS 投稿の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げている投稿記事があるんですけども、そちらの記事の購読権利がついているのはサロンメンバーのみだけとなっております。そして4つ目のメリットが、定期的に Zoom サロンを開催しております。こちら Zoom で私に直接質問や相談することができますし、またリアルで他のメンバーさん、起業家メンバーと交流できるということで非常に好評です。この Zoom 会議の参加権利もですね、オンラインサロンのみだけの特典となっておりますので、ぜひご検討ください。概要欄にオンラインサロンの詳細飛べるようになっておりますので、ぜひ一度ホームページの方覗いてみてください。入会お待ちしております。はい、YouTube チャンネル登録まだの方、ぜひ登録の方お願いします。そして他の SNS もやってますので、ぜひそちらの方もですね、また違った情報上がってますので、フォローの方お願いします。ボイシーは毎朝朝8時、週5日投稿してます。また YouTube とは全然違った内容をね、話しておりますので、よかったら耳で学ぶということもできますので、フォローの方しておいてみてください。ビジネス書を2冊出版しております。こちら Amazon Kindle 版両方ありますので、自分の合ったものの方で購入していただけると嬉しいです。はい、というわけで本日はですね、確定申告の書き方ということでお送りさせていただきました。仮想通貨の基本知識として前編ありますし、こちら後半が実際の確定申告用紙の書き方を解説した動画になっております。前編まだ見てないって方はですね、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。また確定申告シーズンということで、今後もですね、個人事業主、フリーランス向けに確定申告関連の動画たくさん出していきますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。そして過去にもですね、私たくさんの確定申告関連動画を出しております。ぜひ過去動画こういったものもありますので、上手に使ってですね、確定申告スムーズに終わらしてサクッと終わらして本業へ専念しましょう。というわけで今日の動画最後まで見てくださっていつもありがとうございます。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。